ナス火山群の地形図ナスだけは、講義には、栃木県北部に位置するナス連山の総称。講義には、ナス連山の主砲の茶臼だけを言う。ナス火山帯の南端に位置する。深田久也の日本百名山の一つ。本校では、ナスも竹やナス連山について記す。ナスだけは、栃木県の最北端に位置する。日本百名山の著者である、深田久也は初中に、 ナスダケとは、ナスゴタケの中枢をナス、チャウスダケ、アサヒタケ及びサンボにありがたケのことと記している。主砲のチャウスダケは、関東地方を代表する活火山で、噴火口のチャウスの釜からは、蒸気と火山ガスを盛んに噴出している。チャウスダケの山頂の西側には噴火口を望む無限地獄がある。チャウスダケの国有林は、 チャウス岳自然観察教育林に指定されている。標高が最も高い地点はサンボニアリガタケで、主砲チャウス岳の山頂より2メートル高い。チャウス岳とサンボニアリガタケは山頂部が丸く、栄光は朝日だ岳のみである。また、チャウス岳と朝日だ岳は山頂部が全体的に岩場であるが、サンボニアリガタケは山頂部がほぼ土と採石の堆積した斜面で草木も、 生える。ナス火山群は、約60万年前から活動が始まり、まずはじめに北側にある甲子朝日岳が60万年前から噴火した。次は、そのやや南側にある三本槍ヶ岳が40万年から25万年前に噴火し、20万年前から5万年前までさらに、南側の朝日岳と南合算が活動した。これらの火山は流動性の少ない。 安山岩質溶岩以外に、流動性の良い玄武岩質溶岩も噴出し、現在見られる広大な裾野を形成した。現在噴起活動をしている、チャウス山は3万年前から活動しているが、この山は流動性の少ない安山岩のみを噴出しているため、こんもりと盛り上がった溶岩ドームになった。有志後の噴火は、 爆発型で泥流を生じやすく、1408年から1410年の活動ではチャス臼岳溶岩ドームが形成されるとともに、噴出し硬化した溶岩による火砕流が発生し、犠牲者184名を出したとの記録が残る。以降は小規模な水蒸気噴火や地震群発を繰り返している。現在、ナ夏岳の活発な火山活動は周辺に たくさんの温泉を噴出させている。有毒な火山ガスを出して近づく生き物を死に、いたらしめる場所もあり、特に摂生石は有名で、周辺は公園化しており、駐車場も整備されている。ただし、摂生石の周りは危険につき立ち入り禁止である。なお本火山は、火山噴火予知連絡会によって、火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山に、 選定されている。毎年5月に解散祭、11月に閉山祭が行われる。峠の茶屋はナスだけの登山口であり、自動車で行くことができ、駐車場がある。峠の茶屋には登山指導センターがある。ナス山6駅から栃木県道17号ナス高原線をさらに登ると、ナスだけ登山口、峠の茶屋に着く。東のバスの路線バス利用の場合は、 ナス山独駅から徒歩で20分前後で到達できる。マイカーはこれより先には進めない。この駐車場からナス岳に続く登山道は、最初紅葉樹が生え木製の階段と土、ところどころに岩の段差などがある道であるが、やがて岩と小石の道となり、木々も少なくなって、見晴らしが良くなる。坂もさほど急ではなく、岩には、要所要所に、 ペインティングがあるので初心者や子供連れでも問題なく登れる。ただし、大小岩石の道が続くので落石させないように注意して歩く必要はある。登山道の北側は急な谷であり、その向かい側には朝日岳の栄光が見える。登り続けると茶臼岳から降りてきて朝日岳方面に向かう尾根道に合流し、峰の茶屋に着く。峰の茶屋は茶臼岳。 朝日岳方面、三戸堀や温泉方面の各、登山道の分岐点でもある。チャウス岳を目指す場合、ナスロープウェイを利用すると、終点のナス山頂駅が、チャウス岳9号目にあり、山頂駅よりチャウス岳山頂まで1時間弱で到達できる。ロープウェイは、最終時間を過ぎると無人になり、登山時に稼働していても強風時や雷の接近時など悪天候の場合は、 最終時間前に運休となるため山頂付近での天候急変には注意を要する。平地と山頂付近では約10度ほど温度差がある。軽装のまま茶臼岳を目指す観光客も少なくなく、中にはサンダル履きや日傘を差しての散策者も見られるが、足元には火山歴の大小の岩石が多く歩きがたい上、強風など天候の急変で、 ロープウェイが運休となることも考えられ、下りは歩いて帰る事態も想定して、ロープウェイ利用時であっても歩きやすい運動靴を履き、適切な飲食物を持参するのが望ましい。なお、山頂駅では、登山靴を貸し出している。マイカーの場合、国道4号、または、東北自動車道那須インターチェンジ利用で、栃木県道17号那須高原線に入り、那須湯本、那須高原、 大丸温泉、そしてナスロープウェイのナス山陸駅を目指す。摂晶石、弁天温泉、大丸温泉を通過してさらに登ると、ナス山陸駅に着く。ナスだけは2000メートルに満たない山であるが、両霊かつ保水性は低いが日照が良い砂地土壌のため、高山植物が豊富。尾根筋には、ハイマツが茂り焼きには、林道の紫が目を引く。少し下るとあちこちに、 アズマ投げの群落があり、那須温泉郷の周辺は各種のツツジが咲く。ありがとうございます。